バレンティア死者区はアイルランド貴族の死者区最初にバレンティア死者区に上されたのはヘンリー・パワーというものだが、彼には相続人がなかったので1622年3月11日に親族にあたる初代順弾者区フランシス・アンズリーがバレンティア死者区くらいの将来的な付与権を与えられた。それに基づきパワーが1642年に死去すると、 フランシスがバレンティア子者となった。このフランシス・アンズリーはアイルランド議会やイングランド議会で庶民委員議員を務めた政治家であり、1620年8月7日にアイルランド順断くらい1628年2月8日にアイルランド貴族社区イアーマー県におけるマウントノリースのマウントノリス男爵に助せられていた。初代子者区の息子アーサー・アンズリーは ピューリタン革命期から王政復古後の動乱期を通じて政治家として活躍した。1660年に就職し、その翌年の1661年4月20日にイングランド貴族爵位アングルシー伯爵、バッキンガム州におけるニューポートパグネルの初代アンズリー男爵に助せられた。その孫にあたる6代アングルシー伯、7代バレンティア、死爵、リチャード・アンズリーは、 重婚にあたる3回目の結婚で唯一の男子アーサー・アンズリーを設けたが、リチャードの死後アーサーに借位継承資格があるのかが問題となった。アイルランドの裁判所や貴族院からは婚姻は有効なものとして継承が認められたが、クレートブリテン議会の貴族院は1771年4月22日の決定で婚姻を有効なものと認めなかった。これにより、 アングルシー伯爵など、イングランド称号が廃絶する一方、バレンティア死爵など、アイルランド称号はアーサーに継承された。八代バレンティア死爵となったアーサーは1793年12月3日に、アイルランド貴族爵位マウントノリス伯爵に除された。しかしその息子の二代マウントノリス伯、九代バレンティア死爵、ジョージ・アンズリーが死去したとき、生存している男子がなかったため、 マウントノリス伯爵位は2代で廃絶した。一方バレンティア死爵位は初代死爵に遡っての分流によって継承されて存続した。2018年現在の当主は16代バレンティア死爵フランシス・ウィリアム・ディグトン・アンズリーである。現当主、フランシス・アンズリーは以下の爵位を保有している。ありがとうございます。